こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は小雨10月寒しです。少し雨が降って10月はもう冬です。寒さがひとしお身にしみます。身も心も引き締まる風情を表します。それでは今から小雨10月寒しを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。